見てくれてありがとうございます。探検発見ホット犬のウッチーです。楽しいトリミをされていますか？今日は甲子園浜の探調とですね、甲子園浜の歴史についてお知らせしたいと思います。この甲子園浜の雰囲気、見事な海岸ですよね。六甲山が見えて、そしてこういう日がたまる。でもね、昭和42年8月にこういう計画は出たんですね。今の海岸線は青いところなんですが、その南側、つまり今の海岸の全部ですね、埋め立てよっていうわけですね。これ今の海岸これでしょ。それを埋め立てられたらこういう風になるわけです。もうここ全部埋め立て、そしてそれからここに工場とかですね、ゴルフの打ちっぱなしとかいろいろ作ろうというわけですね。これがでも今はそれが計画はですね、実施されずにこの状態ですね、海岸の状態なんです。でね、ここではね、昔からね、子供たちがね、このカニを取ったり、泳ぎもしとったんですね。見てください、その左下の写真で、カニがいるんですね。この、岩ガニとかね、平磯ガニ、磯ガニ、ケフサ磯ガニ、他にね、タカのケフサ磯ガニというのもいるんですね。こういう珍しいカニ、岩場では普通なんですけどね、そういうカニがいるんですが、小学校のお母さん方が、ね、中心ですね、 PTA の、子どもたちのこの遊び場、勉強する場、そこをですね、やめてくれと、埋め立てをやめてくれということで、そういう団体を作りましてね、こういうもんですね。そしてね、陳情をするわけですよ。ここには素晴らしい生き物がいるよということですね、お母さん方ですね、市や県や、そして国の国会にまでね、こういうで、こういうような新聞でですね、このチギチドリはここにいるんだと、こういうところがですね、探検発見、その場所がほっとけないという私の考えの基礎がここから生まれたんですね。私はその時まだね、昭和42年ってまだ小さかったんでね、私がはそういう大人の行動を見て育った中学生、高校生だったんですね。連携してですね、反対運動をしましてね、そして埋め立てが中止されるだけではなくて鳥獣保護区になったんですね。お知り置きください。そういう歴史があるんですね。この歴史をですね、遠い昔のね、道路にトラックが取って道路に舞い上がった砂ぼこるような、そういう不確かな記憶にならないように、甲子浜を埋め立てられなかった、そして国の鳥獣保護区になった、そういう理由をですね、伝えていきたいなと思います。そういうのを心に浮かべながら行きますと、申し訳ありませんね、9月の末から10月の上旬ですね、近所ですんでね、しょっちゅう行くんですけどね、こうやって来ますとですね、こういう良かったいう感じで埋め立てられずに残ってますね。ここはね、磯茂がとても見やすい。これ満潮の時に行ったんですけどね、そうするとテトラポットに、ずっと近くのテトラポットにですね、泊まらざるを得ないという感じでね、磯茂がいます、見えます。写真撮影される方とか、私のように動画を作る人間にとってはですね、イソシギの羽の模様、細かいところまで見えるんですね。私はそんないいカメラじゃないんだけれども、近くでしたら見えますよね、綺麗にね。YouTube で動画アップするときはですね、 4K なんてとてもではないけど、そう大きくすると見えなくなりますよね。1280かける720なんですけどね。磯式のね、見に行きますと喧嘩ですかね、これじゃれ合いなんですかね、この2羽がですね、なんか
はいとしてましてね、わかりますね、2話がね面白かった。喧嘩じゃないと思うんですよね、仲間へ行動じゃないから、あるいは喧嘩なのかもしれませんがね、2話がですね、こうなんか続き合いというかやってましたね。この向こうはですね、鳴尾の方、東側ですね、今磯日踊りもですね、細かく見えますね。磯日踊りもですね、よく見えます。こういうテトラの上に止まってくれますね。このテトラだけだったら埋め立てられたところのように思いますが、この前の水のところはですね、本来は昭和42年の計画がなされたら、みんな海が陸になりましてね、海岸線はずっと5キロぐらい南になるわけですね。だからこういう水辺はないわけです。で、干潮時はこの辺全部砂地で干上がるんですね。今満潮ですんでね、こういう風に、ね、止まってますがね、手前に止まって、そうちょっと見えてますね、その干潮の時は干潟が見えてますね。海猫がいましたね。でもね、この干潟もね、時の流れでですね、40年前ぐらいでしたらもっとゴツゴツ岩があったんですね、手前に。それがね、砂が上に埋まったり、阪神の大震災によって沈んだり、その上に砂が埋まったりして、この岩場が減ってきたんですね。そういうようなこともあるんですけどね、ちょっと心配なこともありますね。岩場、ゴロゴロ石が減ると、さっきも言いましたようにカニが減りますね。このね、ダイサギはね、なんか魚を食われてましたね。こう海猫の集団が干上がると来るんですね。よく見るとユリカモメも来てますね。いやー、こういう風景が残ってよかった。何が良かったと言いますと、この辺にね、小学校も 4つあるんですね。で、中学校もたくさんありますし、高校は近く西の宮市高校とか、向こう側の女子大の附属高校とかですね、今津高校あるんですね、西宮南高校もありますから、そういうような子どもたち、生徒たちが学べるんですね、ここで。これはね、ユリカモメの集団ですね、もう来てるんですね。10月の5日前後ですが、来てるんですね、もう。だから海猫、そしてね、ひときわ大きいのがいますね。ひときわ大きいのが海猫の間にいました。わかりますかね、ちょっと拡大して、見たいと思います。あそこに、これですね。海猫のくちばしと違って赤いボツがポッとあるだけですね。セグロカモメだと思うんですけどね、足がピンク色で、肌色で、そして黄色いくちばしに赤い点があるという。そしてコサギの群れもいましたね。いやー、ここね、広々としてね、いいですよ。でもこう見ての通り、砂地がですね、綺麗でしょう。人間にとって見た目は綺麗ですが、ちょっとおでというかですね、
泥がある方がその中の食べ物豊富というと誤解なんか多いんですね、意外と。だから誤解がいると、それを食べるために取り始める。ミサゴがいましたね。このミサゴはね、一生懸命、魚を取ろうとしてましたね。そして上を飛んでるんですよ。これ大阪なんかと一緒ですけどね、このミサゴが上を飛んで、なんかね、カラスがね、意地悪をしに来ましたね。それでもね、バーンとね、カラスに意地悪されても下を見とったんですね。上手にですね、ウィンドサーファーの間で魚を捕まえましたね。ウィンドサーファーの方々もね、みんな見てましたね、魚を取るの。カラスに呼ばれたと。そして9月28日ですね、よかった、この岩が少なくなってでしょ、そこでもその岩場の隙間でね、やっぱりカニとかまだいるんですね。トウネンがいましたね。いや、ここでね、干上がってる時トウネン見れてよかった。これもっと岩がゴツゴツあったんですよ。このまま50年100年経つと、この残ったゴロタイシ岩もね、侵食されてなくなる。あ、メダイチドリもいましたね。だからメダイチドリが、2羽、そしてトウネンが1羽と、数は少ないんですけどね、姿見れてよかった。侵食されるとね、で、よう見るとまだ5回取ってますよね、今ね。だから5回もこう一生懸命取れるんですね。やはりね、自然をそのまま置いとくわけにはいかないですね。もう自然を置いとくと、そのまましておくと、みんな侵食されてなくなっちゃいますよね。で、メダイチ類の横にイソシギが来ましたね。だから自然を豊富とした以上は、末永く人との共生、人間がやっぱり支えてあげなければいけないんじゃないかなと。というのは、自然と言いつつ人間は壊してますからね、その自然の環境をね、水を汚し、そして埋め立て、コンクリートの完璧とテトラップとしてる。だから残すんだったら岩場をつけなきゃ。で、これね、すごい岩が残ってるように見えますよね。実はこれ人間が入れるエリアなんです。人間が入れるエリアにこういうゴロタイシの場所があるんですね。で、今そこにいますよね。この理由は、平日で人の数が少ない、やっぱりここへ来たいんですね。今4羽いましたね。だからね、ちょっと私今自分で取っておきながらね、2羽と1羽と思ってます。メダイチより3羽に当年1羽ですね。今ここはですね、人が入れるんですよ。で、子供たちの遊び場です。これは大事ですね、子供たちの遊び場。ここで勉強できますよね、自然の。でも、その子供たちが、わかりますか、あんまりいなかったらやっぱりここが好きなんですよ。だから、さっき の鳥獣保護区の方もその岩場を作ってほしいなと思うんですけどね。カモもですね、いましたね。星ハジュルやスズガメやキンクロハジュルなどがこうね、
いますが、これは残留組だと思うんですね。残留組なんですね、北に行かずに残っとった。でも10月7日この群れが北からやってきたんですね。オスメスのほとんど区別がつかないから、地味な感じですね。エクリプスというんですね。そのやっぱり天敵に襲われないように地味なあの色合いですね。これオナガガモだと思うんですけどね。また違うならコメントで教えていただきたいと思います。共に学んでいきましょう。この方はですね、まあ大先輩でですね、この方はね、こう埋め立てさせるされようとするとき、ここにはこういう鳥がいますよとね、だからここは素晴らしい場所ですよ、この地、ここの場所を守りましょう、鳥を守り、こんな珍しい鳥がいますよとずっとね、まあ、西宮自然保護協会の方だったんですけどね、皆さんに訴えてましてね、私もそういう先輩の話を聞いて頑張ってきました。見てくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。